本日の試合はマンチェスターユナイテッド対バイエルンミュンヘン、オールドトラフォードよりお届けしてまいります。はい、どうもマッサン、ジューブマッサンでございます。ということで、一人でクリスマス実況こんにちは、よろしくお願いします。やっていきたいと思います。メリークリスマス、皆さんメリークリスマス。マンチェスターユナイテッド対バイエルンミュンヘン、両チームともパワーとテクニック、いわゆる5と10を支援によってウイニングイレブンで実況をやっていますが、チームですからね。チームはマンチェスターユナイテッドで今日は注目したいところですよね。やっています。で、まあいつもはね、あの柏レイソルとかそういうチームでやってきたんですが、ちょっと今回強めでやっています。というのは理由としては、まあ一人でクリスマス過ごしてるわけで、あまりにもつまんないですよ今日せっかくのクリスマス一人でちょっとつまんないので、せめて勝利をということで、勝利が欲しいということで、今回マンチェスターユナイテッドでちょっと使わせていただいております。で、他の試合が見たいっていう方がいましたら、あの再生リストのリンク、あの説明欄に貼っときますので、ぜひよければそちらをチェックしていただければいいかと思います。バート・シュチューバー、ビダル、アラバ、リベリー、取れる。今日のゲーム両チームともまず絶対今日は絶対勝ちたい。まだ天キーパーですからね。あ、危ない。また落ち着こう、スタミナがありますからね。逆サイド空いてる。どうしよう。前。バレンシア、このボールをカットします。ビダル。勝負ですね。やだ。いやー、待って、落ちた。あっぶねー。その緩慢なプレーにしっかりつけ込む。あっぶな。相手の隙を見逃さず、うまくついた形でしたね。そうですね。やっぱり高い位置で奪えば、こういったチャンスは生まれてきますよね。はい。オッケー。いいよ。よし。手を使います。ああ、やだ。よし。危ない。ああ、最悪。ボアテング。前半この時間帯、両チームともにまだゴールは生まれていません。ああ、マジか。ボールはロッペン。よ。ラーブ。いやー。でも変なスライディングしちゃった。やばい。落ち着く。ああ。いやー、危ない。下げよう。ガルミア、よし。そう、やーだ。アラバ、サイドのスペースを、やーべ、どうしよう。あー、いいボールだ。ここは回る、取れる。いい、オッケー。いやー、そっちか。もう一個奥だったな、今の。うお、つながった。あれはびっくりだ。つながると思わんかった。いやー、マジか。バイエルンミュンヘン少し消極的に見えます。さあ、もう30分になろうとしています。前線へのボール、このボールに触ります。うん、よし、ガリック、落ち着こう。よし、ダルミア、いい、ボールを送ります。よし。いやー、無理があった今の。シャビアロンソ、はい、ビダル、ボアテング、前線へ出す。よし。オッケー。あ、連覇が。レバンドフスキ。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。いやー、嘘。全然ダメだ。からドグラスコスター。オッケー。よし。もう中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。あ、もう、
これは繋がりません。そう。ワンマタ下げる。シュバインシュタイガー。いやー。ダルミヤ。よし。いやーなんでこうなるの。あーもう。もうあーもうしか言ってない。繋がらないですよね。味方を走らせる。グリンコ。いやこんな。自分で行く。いやもうクリスマスだと余計にプレッシャーかかるわ。もうやだマジで。もう何今年のクリスマスも。バイエルとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていうところが見えますね。畜生。よしよし。こっちが入ってますからね。いやーマジかこんな。前半終わりの笛を吹きました。前半0対0。0対0支配率はちょっと相手より下回ってる感じ、選手は変えない。ボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたし、このところで好ゲームを演出してましたよね。はい、0対0のまま後半に入ります。ルーニーでは後半見ていきましょう。ファンまたのアームもやば。ライトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。危ね。味方を走らせる。つなげ。無理。おお、つないだ。マンチェスターユナイテッドとしては、なかなかルーニー。ルーニー。耐えないでしょうね。抜けてくる。スペース出ましたね。味方を走る。やめ、まずいって。危ない。コーナーか、まあいいえ、とりあえずいい。勝ちたいんだよ。引き分けじゃ中途半端すぎるんだ。ルーズになる。よし。いやースライディングされた。あーまめまめ。このボールに触ります。いいよし。バレンシア、シュバインシュタイガー。やりましたよ。やけ、バレンシア。シュートまでいけるか。シュートか。いやーマジか。はい。ああいやですよね。もうこいやー本当ディフェンスラインギリギリですよね。いやー今のちょっと出てたね。落ち着こう。また中央へ。58分。電波が悪い。リベリックからレバンドフスキー仕掛けるタイミング。いやーちょっと、いやー危ない。ナイスデヘア。じゃ選手買いに来たか。ドグラスコスター。よし、いやー取れ、取ろう。オッケー。ここ抜けよう。オープンなゾーン。ボールを受けます。抜けてくる。どうだ。いやーなんだもったいね。状況とクロスのタイミング少し合っていませんでした、ね。いやーあれはちょっと いけないミスをしてしまったぞ今のは。じゃあ選手変える？変えると言っても何変えればいい？アシュリー・ヤングを。でも体力そうだな。アシュリー・ヤングか。もっといない。ファンマタ、バレンシ、ファンマタ残したいじゃんね。どうしよっか。こっちに変えてショー、アシュリー・ヤングだな。アシュリー・ヤングをこっちに持っていこう。こんなとこかな。はい。なんか電波悪いね。電波悪い。いやー。依然0対0のまま動いていません。
バイエルとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルシャドではほとんど仕事をさせてないでしょうね。いやー危ない、バレンシア、いやーマジか、やばいやばい、そこで取られちゃダメだって。サイドのスペースを使います。サイドフリーですよと呼んでいた。あっと倒された。嘘、いやマジかよ、やめてくれよいやーやってしまいましたね。マンチェスターユナイテッドペナルティーキックを与えてしまう。いやー先制バイエルン、非常に落ち着いていました。完全に逆をついてましたよね、手が蹴ってましたよ。えーマジもったいないもの。さあバイエルン先制1対0です。この辺のね、一点の重みっていうのありますよね。試合の状況ガラッと変わります。よし、まい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 、やばいやばい、73分ね。いや、まだまだ時間ある、まだ時間ある。スローインをカットします。マートゥシュトゥーバー。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。マンチェスターユナイテッドとしては、ホームの試合ですからね。サポーターの応援に応えて、最低でも同点にしておきたいところですよね。ここ勝負ですね。やばいやばい。ジョーン。やだよ。グリント。グアンマタ。裏へのスロー。ここもしっかりディフェンスしました。グアンマタックからのスリーポイントをカットしました。やべやべ、うわ 俺悪いやつ、悪いやつだな本当。めっちゃスライディングしちゃうじゃん。ロッペンここ、ね、めちゃくちゃ焦ってる。ディアゴ、やべ完全相手の流れだな、危ない。さあそこからどうする、そこからどうする。そうシュバインシュタイガー、まあ、いやーバカだな俺本当。そう取れる、ここなかなか取って、厳しそうにも見えるんですが、どうでしょう。あと1回2回、いやーなんでそこに出すんだろう、ね、仕掛けなきゃいけない状況でしたねこれは。いや違うんだよ、そこに出す、あぶね。ワンマタ84分、ボールは上に、さあ勝負の時間帯です。アシュリーヤング、走らせる、いやここは対応します。あそうそう、いやーなんでこんなとこでトラップミスするかな。そう取って、そう、これはなかなかこじ開けられない。うん、これは拾われます。バレンシア、いやー待って、あーもう、いやいかんいかん、ひどいぞひどいぞ。89分、スモーリング、奇跡を起こせるか。シュバインシュタイガー、ダルミアン、手元の時計ではもう時間がありません。お願い、サンタさん時間を止めて、なかなかサンタさん、サンタさん時間を止めて、いや待ってよ、いやここでファールもらっても嬉しくないよ、しかも中途半端なとこだな。こっから奇跡起こせ、いやもう最悪だよ。試合終了です。はい、ということで今回は負けということで、はい、最悪。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。マンチェスターユナイテッドとしては、はい、ということで、まあこんな感じで、後半にできた一瞬の隙を突かれてしまいましたね。はい、じゃまたね、ウィズレ実況はまたこれからもやっていきますし、他の実況もやっていますので、ぜひよろしければその他のゲームもチェックしてみてください。それでは良いクリスマスをお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。マンチェスターユナイテッドが1対0で敗れてしまいました。